皆様こんにちは。株式会社サンイッチャンネルです。イエーイ。伊藤選手、水谷選手、金メダルおめでとうございます。おめでとうございます。本日は金メダルを取ったね、2人のね、行ってた小学校にね、やってまいりました。今からね、この辺のことをね、紹介していきたいと思います。それじゃあ行ってくるよ。2人の出身小学校ですね、静岡県磐田市立北小学校なんですけど、私たち金メダル取った次の日なんですけどね、ここに小さくね、金おめでとうって書いてあります。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。すごいね、こんな地元の選手がね、かっこいい、ね、2人でね、やっちゃおうかな、俺もやるか、やるかお前らちょっと地面が揺れてるよ地面が揺れる、地震じゃねえか、地震じゃねえか、地震だわこっからね、こう見ますと ねこれ目指せ世界の頂点って旗がいっぱいあってね、いっぱいいっぱいあります。はい、あ、俺小さい、大丈夫だよ小さいよ、ハゲてない、ハゲてるけど、ハゲてるけど、ちょっとだいぶでかく印刷してあるはずなのにさ、だけどさ、ちょっとさ、ちょっとさ、あの伊藤選手もちょっとハゲてるよねレッコが広い人は美しいんだよ。そうだね、うん、でもすごいな、本当にこんな地元のね、かっこいいね、うん、英雄だね、ここまで来たら英雄だね、宝だもんね。見附地区地域づくり協議会がね、作ってくれた感じだよね、うん、これはね。学校がね、夏休みなんでね、今ほとんどいませんがね、ここがそうみたいですね、ここが2人が通った学校みたいです。横にも幼稚園ありますけど、幼稚園も通ったんですかね。そんな気はするよね。すごいね、目指せって取ったからね、ちゃんとね、すごいですね、おめでとうございます。本当に見附の宝、ね、岩田市見附っていうところだからね、本当そっか、うん、宝だね、うん、素晴らしいです。ちょっと時間が経てば金メダルのこういう旗は出そうじゃないですか。うん、そうだね、バレーをやるんじゃないかな。バレーをやったらさ、またみんなでさ、おめでとうって来ようよ、うん、ね、そうだね、バレーの来てくれればいいよね、うん、今ねこっちに住んでるかどうかっていうのがね、ちょっとわかんないからさ、この辺がね、あ、そうですね、で岩田でやってくれるんじゃないかな、岩田かエコパか、うん、ね、エコパは可能性あるかも、あるかもしんないね、うん、そうだね、うん、ジュビロードやめてさ、岩田さ、うん、卓球ロードにしちゃった方がいいんじゃないかな。あ、そうだね、卓球ロードの方がいいかもね。岩田ってさ、もう、うん、この水谷選手がさ、うん、結構活躍し始めてから、うん、岩田って卓球の街って結構歌ってるよね、毎回歌ってるね、わあ、もう塗り替えられそうだね、うん、あ、また大きな垂れ幕あるよ、社長。本当だ、すごい大きいの、え、ちょっと違うんじゃん、これ挨拶をしようじゃん、こっちじゃない、向こうだよ、これこれこれだって一緒じゃん、さっきと、ちょっと待って、ちょっと違うね、なんでこれちっちゃいのメダルおめでとう、めちゃめちゃちっちゃい、イチョウのもんで、へえ。これでね、今がこの小学校を、ね、見させていただきました。これで2人がね、今ね、練習をやっていたところがあるんですけど、そこもね、行ってね、紹介したいと思います。思います。行ってくるよ、行くよ、飛ぶよ、せーの、よっアミューズ豊田やってきました。ここが伊藤選手とね、水谷選手がね、練習したとこです。すごいね、広い建物です。すごい広いよね。うん、広い建物、旗とかは何もない、うん、そうだね、まあ市の施設なんでね、中はちょっと撮影できませんが、水谷選手、伊藤選手、金メダルおめでとうございました。個人の方もね、金メダル取ってください。私たちもね、かけながら3人で応援しております。ご視聴ありがとうございました。それではチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではね、みんな、バイバーイ、バイバーイ。